皆さんこんにちは竹信美恵子の信じられない本当の話の時間です今日もまた信じられない話をやっていきたいと思いますというのは、えー、関西ナマコン事件って皆さんご存知ですかこれは、えー、その、ま、暴力団みたいな人たちがことを起こしてそして、えー、大量に逮捕された事件として知られてきましたでまあゆすりたかりと言われたりいろんなことが言われてきた集団なんですね でもこれ実はちゃんとした労働組合しかも最近、えー、無罪が、えー、判決が確定しました今日は一体そのようなあ皆さんの思い込みとそれからこの無罪判決が相次いで出ているということの間に一体何があるのかということを当事者の方をこのスタジオにお招きして伺っていきたいと思いますということで今日のご出演の方をご紹介したいと思いますまず一番こちら側が、えー その小屋の竹さんですね。小屋のさんは、えー、全日本建設運輸連帯労働組合長い名前ですが、これはあのえっと運転手さんなんかの労働組合ですよね。建設現場なんかでやってらっしゃる。そ,ね、その職長をやっておられる小屋のさんです。いすではいどうも。それからもう一人がえっと松尾聖子さん。松尾さんはモロ当事者。 この、えー、関西生コン事件の中で、えー、ご自身のご自宅を、えー、捜索されたなんかい,ろんいろんな大変な目に遭った方なんですね。で実は松尾さんご自身も、えー、その生コンのミキサー車の運転手さんをずっとやってこられてでしかも、えー、松尾さんは3人ののおお子さんのお母さんん母です実は松尾さんはあの、えー、と最初の頃とっても安い200万円年収。 ぐらいの、えー、仕事をされてこられたんですよね。自分のお仕事とかでしたよね。はい、で、そういったことで子供を育てるのが本当に大変で、えっと一時は生活保護なんてこともあった。時代もあった。その松尾さんが、えー、生コンの被災者の業界に入ることで、しかも。この労働組合に。 参加することによって男性と全く同じ賃金を得ることができるようになり生活が本当に楽になったというご体験を経てその方が今回のこの事件の過中に巻き込まれたということになります今日はそのお二人に先ほど申し上げたようにいわゆる暴力集団と言われた労働組合の中で一体何が起きてこの事件はどうして無罪になったのかということを伺っていきたいと思います それではまず、えー、その小屋のさんにですねあの一体この事件無罪ってことですかどんなこと状況だったんですかあのー、この3月に、えー、大津地裁それから大阪高裁で立て続けに3つ判決が出たんですね、うん、その3つの判決のうち2つで無罪判決が出ました、はい、しかも2つとも高裁の判決に対して、えー、検察が上告しなかったのでもうれ 立派に無罪として確定をしたという。しかし無罪ってまれ、えー、っていうか本当に珍しくないですか。いやもうそれはもう二階から針の穴に糸を通すぐらい難しいって言われますよね。<laughs> はい、日本はね、うん、有罪率九十九パーセントって言われますから、うん、一旦逮捕されて起訴されたらほとんど無罪になることがもうまれなわけですよね。うん、その中でまあ私たちの組合の事件は今八つの裁判所で事件審理が行われてきていますけれども。うん いくつかの事件がありますけれども2つ無罪っていうのはねこれも極めてまれなことですいや本当ですよね、はい、ちょっと出ましたけどこの,あの現状というのを見ていただきたいんですけどもね、はいえー、黄色いところ、はい、これが、えー、無罪になって2つが確定しているということですよね。うこれどういう形でそうなったんですかね。はい、やっぱり、ね、我々はこの刑事事件自体が 本来は正当な労働組合なのに、えー、労働組合の事件として審理されず、まあ、そもそも労働組合の事件だから逮捕されることがあり得ないのに、うん、逮捕されて、起訴されて、裁判にかけられた。うん、で、裁判所は大阪地裁などはですね、労働組合の活動として審理してくれないんですね。あうん、まあ、竹山さんおっしゃったように、 なんか反社会的な集団が企業に対して因縁をつけたんじゃないかとか、うん、まあそういう見立てで検察が起訴するわけですよね、うん。それをまあいわば鵜呑みにして 有罪にしてきた、うん、あ事件あの判決がいくつも相次いでいるんですけど<ー>その中で、うん、いや,やっぱりこれは朗読名の活動じゃないかと。朗読名の活動としてちゃんと評価すれば、うん、そもそも罪にならないじゃないか、うん、というのが今回出たあの大阪高裁の2つの無罪判決。うん、でその高裁の真っ当な判断について。 やっぱり検察がいいを捉えられなかったとい,、ね、いうことだと思いますね。えー、まあ確かに憲法二十八条だと労働三権が見てもらえてますよね。そで,ねでそれを、えー、労働組合法ではそれを受けて、えー、労働組合として正当な活動であればその例えば仮に交渉して強く交渉したとしても、うん、それは刑事事件としたではないと。 いうことじゃ、と思うんですけども。そうですね。刑事面積。刑事面積って言うんですよね。ストライキなんかも、まあ、そうですよね。で、それを因縁っていうふうに言っちゃったんですよね。因縁をつけると。労働組合ですからね。あの、要求出して。あの、団結した力を、こう、示して。そして、経営者に圧力をかける。業界に対して圧力をかける。行為したり。はい。こういう圧力行為は、あの、普通の。個人個人とかですね。労働組合じない団体がやったら。 それはあの威力業務妨害とか教養ってことになるわけですけど、はい、労働組合の活動である限りは、それは刑事罰に問われないと、うん、正当な組合活動だっていうふうに、憲法や労働組合法できちんと明確になってるのに、うん、そういう判断枠組みを用いないで、外形的にはね、 あの反社会勢力や暴力団が企業に因縁をつけてるかのようになぞらえて、うん、それで次々に事件を作ってきたわけですね、うん、その構図の無理がここにきて明らかになってきた<ー>事件の構図自体が破綻してきたというふうに私たちは評価してます。うん、うんそうななんですよねあの、まあ、なぜかというのがまあ当たり前のことなわけですよね。 そんなニコニコしていて「はい賃金持ってってください」っていうような人は普通の人だったらまあなかなか、まあ、天使みたいな人がいたらまた別ですけどないというのは普通ですからそこにちゃんと要求をするということをしようとしたら、まあ、それがだからこそ労働組合では認められている。そそしたらここのところが 威力業務妨害と実際何をしたことによってこの無罪の分についてなんですけどこの5つ目の和歌山域事件っていうのがありますよね、うん、これ自体がねもう本当にあの普通の人が見ても何でこんなのが事件になるんだろうかっておかしな事件なんです <laughs>、うん、これはねそもそもは2017年の夏に関西地区南部昆虫部という我々の大阪の組合の事務所の周辺にクノルリの,の BMW うん、これだけで怪しいでしょ <laughs> でしかも乗ってたのはねこの2人組が乗り込んでいたんですねでその夏にそういう車がしばしば組合事務所の周辺をうろうろしてたのでみんな注意を払ってたんです、うん、でそうしたところ2017年8月の18日にそのクロの BMW が来たので組合員が飛び出してって車をあの取り囲んで「お前たち何やってんだ」うん、って言ったんですね で、そうしたところ、なんだか知らないけど、近くの警察署からパトカーが来て、で事情聴取したんです。うん、そしたら、あの警察が手板にね、小山組 TH って書いてあるんですよ。うん、小山組ってなんだってんで調べたら、うん、和歌山県の暴力団なんですよ。<ー>これはお前、暴力団じゃないか。うん、なんでこんな奴らがうろうろしてるんだって考えてみるとね。うん、その 前段で、うん、私たち和歌山県で労働組合いくつか作ってたんですはい、はい、そうしたところその労働争議が起きて、うん、その和歌山県で、まあ、組合と親は,は対立関係にある業者団体がそこに介入をしてたんですね。うんうん、なのできっとそこがかあの送り込我々にらんでその業者団体のトップに電話をしてこういうことが起きてるから事実関係を正したいというふうに言ってアポを取った上で。 8月のの日にににその事務所にみんんなで抗議に出かけたんですよ。んはい、でどういうことだこれはうん、うん、あんたが差し向けたんだろうで後にそれは彼が自分の使用人に指示して送り込んだことが裁判所明らかなんですよ。<ー>ところがその場でみんなが事務所の中に4人入ってね、うん、どうなんだあんたがやったんだろう認めろというふうに言った。うん それが強要だってわけですよ確証がないのに謝れっつって強要したしかも業務を妨害したんだということで事件にされた立身はその警察検察の見立てをうのみにして被害者らしたねその業者団体の代表者の言い分をうのみにして組合員が強要未遂だ威力業務妨害だっていうんで。 三人逮捕されて、三人起訴されて、それで一審は有罪だったんです。よなるほど。なんでこんな本末転倒になことが起きるんだ。で、それはね、なぜそうなったかっていうと、その出来事の断片的な切れ端だけを見てみるとね。確かに組合員がいきり立って、あの、怒号したりね。いう嘘ついてるじゃないかっていうふうに、迫ってるわけ。でも、暴力は一件もないんでしょう。ないですよ。で、高裁の判決はね、非常にバランスの取れた判断をして。 いやそもそもその暴力団員らを送り込んだこと自体に問題があるじゃないかと。うん、で一部だけを切り取らずに問題の原因を考えてみたらば、うん、労働組合が自分たちの団結権を守るために抗議に出向くのは当たり前だし、うん、で後になってみればそ,れはあのその代表者がね送り込んだっていうことは疑うべきでもないのだから、うん、こう謝罪を求めるのも当然だと。うん これは労働組合の正当な活動だ。うんうん、団結権を守るための正当な活動だというので逆転無罪になったんですよ。まあ我々胸の救くいもしましたけれどもうん、うん、考えてみたらでもそれはごく当然のことじゃない。はい、というふうに私たちは思っています、うん。そうですね。はい、まあそもそもそこで対応っていう発端からして、ね、おかしいでしょう。基礎とかですね。うん。はい。それがまあ一つ。はい。もう一つは。はい、もう一つはね。ええ これで言うと3番ですね。うん、前委員長の3事件っていうのがあるんですけども、これが3月の13日に大阪高裁で3つの事件のうち1つの無罪が確定したんですね。うんはい、これはですね、結構前に組合が新しい会館を建てるというので、うんうん、業者とか組合にみんな間髪のてたんですね、うんうんで。そうしたところ、1人の業者が間髪を出した。それが後に 組合が金を要求して脅し取った事件なん。うん、つまり強喝だって言われたんですよ。ところが、一審でも、それはいや、組合が金をね、持ってこいなんて。脅したよ、あの証拠はないというので無罪になったんですね。証拠はない。証拠はない。わけですね。はい、立派にそう書いたんです。<ー>で、まあ、ういきさつ言うというのややこしくなりますけれども。あの脅してないのに、うん、あのう、ぎょぎゃくしゃんが漢方持ってきて。 それを受け取ったらば、うん、なる、ねはい、なんで強になるんでにるだ確かに。うん、でこれをその業者がお金を出したことをこれは脅し取ったに違いないという見込みで警察が事件にしたんですよ、ね。なるほどねこれでは怖くてもできないそれが一審で無罪そして3月13日にこれも大阪高裁で無罪維持されて、はいはい、これがこれも検察が上告できなかったんですよ。 で確定したなるほどねだからこれで無罪判決2つ確定という、はい、そういうことになります。もう一つ、まあ、無罪が出てますよねこれは一昨年ですね、はい、12月、はい、これがまた奇想天外な事件でしてね、はい、京都の木津川というところにある生コン会社で、うん、あの全く無権利だった日雇いの人が組合に入ったんですね。うん、で組合に入ったところ会社が断行拒否をしてで断行拒否してるだけではなくて。 あの、子供がちっちゃいので、うん、あの保育園に子供を入れるための就労証明書を出してくれ、というふうに言ったんですね、うんで。組合に入る前は毎年ハイハイって,って会社を反抗してたんですよ。ところが組合に入った途端に、うちは反対取ってないから押せないって言い出したん <laughs>、えー、はい。で、これもね、要するに組合を認めない一つとして、就労証明書を出さないっていう嫌がらせしたわけですよ。うん、でも期限が来たら、 あの就労証明書がないと保育園に入れられないそうすると、うん、共働きの家庭でね、はい、働けなくなっちゃうでしょ、うん、だからあの組合員が行って抗議したんですようん、うん、早く出してくれ」はい、で市役所からもね、うん、出してあげてくださいって言われてんのに、うん、出さなかったんですよ。うんうん これが教養だって言うんですすすよ。よごいですよねそれって。全く関係のない人の間でね「うん、お前何せえか何せ」って言ったらそれは確かに義務のないことを強いたっていうことになって教養になるかもしれないけれども、うん、組合に入って、えー、しかも不当労働行為なんですよね、うんはい、労愚い認めない方便として就労証明書を出さなかった。 これに対しておかしいだろうと出せよと言ったことが強要になったとしたらねうん、うん、労働組合の活動なんか何もできなくなっちゃうじゃないですかいや本当にそうですよねあのこの事件はものすごくやっぱ反響があって<ー>あの私もネット記事に書いたことがあるんですけど子供を持ってあの働いてる人たちからは「<ー>何これ?」っていうような <laughs> びっくりでこんなこともし会社に毎日まあ嫌がらせをされて出さないって言われて抗議したらこういう強要になっちゃうんですかみたいな。 えー、これはですよです、ね、有罪もそうなんですよね、えー、検察の言い分はね、えー、そもそも組合に入って、えー、無,無権利だった日び雇用の人が正社員にしてくれって要求したんですよ。そしたら 正社員を要求すること自体が強要だっ言ったんですよ。そんなことしたら労働組合で要求すること自体が強要なんだったら世の中 <laughs> <ん>労働組合なんか作れなくなっちゃうじゃないですか、まあ、そういうことですよね。はい、非正規の人は困りますよねさすがに、うん、あの一審はその検察の,のむちゃくちゃなことまでは有罪にしなかったんだけど、えー、でも就労証明書を出せって迫ったこと自体はうあの強要だっつったんですね。 でも大阪高裁は一昨年の12月に、うんはい、いやそれはおかしいとそ, <れ S 1> そもそもこれ労働事件だろうと <laughs>、えー、いうことであの細かいこと省略しますけど、うんはい、無罪判決だったんですね。ねでこれは今あの最高裁に検察が上告して最高裁にちょっと吊るされてる状況ですけどもど、はい、これはひっくり返らないと思いますよ。ちなみにこの件ではね、はいえーえー あの各地でのいろいろ労働相談を受け付けているいろんなところのユニオンが33か所かなこの無罪判決はは当当然然だれですよねそですよやっぱりその先ほど申し上げましたようにいろんなこう働いてるお母さんお父さんたちから見ればえっ、ー、っていうことこれでは怖くて何にもできないじゃないかっていうのは組合に関係なくてもみんな衝撃を与えた事件。 だったといいううふうに思います。そういうことなんですがさて松尾さんね、はい、あの松尾さんはこういういろんな事件の過中にあったわけですけれどもかなりも大変なことを目に遭われたっていうふうに聞いてますが、えっと、家宅捜索もされたとか今の事件カモナーマコン事件とか、うん、大津地裁の事件で、うん、えと私の旦那さんの兄が。うん 逮捕されて、うん、まあその関連でうちの家、うん、旦那さんと2人で住んでたんですけども、はい、そこに傘が入って、うん、あの組織犯罪対策課大きい人ばっかり6人が来て、うん、で朝出すはずだったゴミ袋をひっくり返されて、はい、あと布団袋も全部開けて、うん、あとであのベランダに。 の室外機の下をさまさぐった手で次私の下着を触ろうとした。あとお風呂場の屋根まで開けてましたね。あ、そうなんですか。いやしかも組織犯罪対策課ですよね。これ暴力団岡山さんそうですよね。これね。よしに。おかしいのはね。ええ、普通労働組合の刑事事件というとあの公安部が出てくるんですよね。はい。 で、それだったらまだ、ま、100歩、1000歩譲ってもわからかないんだけど、この一連の事件ではね、滋賀県とか京都はね、組織犯罪対策課が出てくるんですよ。労働組合朗読名はね、暴力団だっていう見立てで事件を作ってるんですよね。だからそうするとね、あの、刑事面積とか、憲法28条とか、はなから関係ないんですよ。なるほど、なるほど。そんなこと関係ない人たちだから。ああ、なるほどね。だから外形的に、要するにお前らは輩なんだろう で、やんばかりに事件を作って。っなるほど。つまり枠組みを変えることによって、刑事面積という権利を奪ったという、うんうん、そういうことになりますね。うん、だから、うん、彼女の家に来た、あの暴力団対策課のチームも。あの、うんうん、まあ麻薬捜査でもある前にね。あの、女性の下着が入ったと、ね。ですよね。うん ベランダこうやってぐちゃぐちゃやった手で下着をつかもうとかね。うもう要するに社会常識とかね。はい。社会人としての良識のかけらもないですよね。うん。何やったっていいんだみたいな。人権侵害ですね。す人権侵害ね。ね松尾さん、しかもなんかそれでもって結構あの親族の方たちも仕事を失ったり、そう大変だったんですよね。もう一年の間に家族4人が外交に、うんうんうん とかまあ実際職とか職場がなくなってもう本当にお金の心配生活どうしようっていうのも,もうたちまちローンも払えなくなったら一軒売ってまあなんとかなりましたけどまあもうその時の不安はもう本当にもう。 でね人間の日常生活まで破壊していくっていうようなことが起きてくるわけですけれどもただ小山さんもう一つね有罪というかまあ実刑になっちゃったっていうすごい事件もあるんですよね。そうですねこの3月はね3つ判決が出たって言いましたけど、うん、初っぱな3月2日に出た判決はねこれまた本当にびっくりですよね。 出た判決は、なんとその、神流支部の委員長が、懲役4年の実刑判決だったんですよ。しかも他に5人被告人にされた組合員、元組合員がいたんですけど、みんな懲役1年とか3年とかね、どんな重大犯罪を犯したんだみたいな、重罰判決。そうですよね。信じられない本当の話ですよね、本当にね。じゃあ何をしたんだということなんですが、 これあのコンプライアンス活動って我々呼んでんでるんですけど建設現場の法令違反をチェックする、うんまあ、パトロール活動なんですよね、うんうん、で3人1チームであの現場を調査をして、はい、例えばあのクレーンで物を釣っていてそのつり輪の下で作業させたらいけないんですよ落っこった人は死んじゃいますからね、うんうん、でも人で下で人をあ作業させてるとか、はい、交渉作業をやってるのに 安全帯つけてないとかね、はい、そういうもう危険なこと、うん、あるいはね建設現場ってたくさん汚泥水が出るんですよ。はい、それを本当は産業廃棄物として処理しなきゃいけないのに、はい、工場の外にわざわざ排水口を作ってですねい、うん、あ,の,あの,の排水口に流し込んでるんですよあ<ー>で。そういうのを調査して役所にあの通報してね、はいえー、臨場してもらって、はい、是正するように。あの するんですよね。うん、で、これはね、要するに建設現場って手抜きの、うん、あの見本市みたいな場所なんじゃ。で、はい、ほっとくと重大事故が起きて人は死ぬんですよね。うんうん、で、こういう手抜きとか、それからあのもう一つ重要なのはあの生コンの安売りとか、うん、そういうのをチェックする活動をコンプライアンス、つまり企業に法令遵守を求める活動って言ってやってるんですね。で、これがね、企業に対する嫌がらせだってわけですよ。 らしですいやそれは大変ですねだから例えば法令違反を指摘したり市民活動でもって監視したりしたらでもこれ直しなさいって言ったら嫌がらせになっちゃうってことですよ。すよえ、うん、いやーだからよく例えば工事現場で近隣の住民の人が「粉塵が飛んできて困る」とか「騒音がうるさい」とか言って不条言うでしょ。でああいうのもじゃあ何の嫌がらせかって言 <laughs> ですよね困りますよね。で、うん こういう活動もね、我々だけがやってんじゃないんですよ。はい、これ、そういう意味で言うとね、世界の産業別労働組合では、ね、常識の活動なんですよあの。港湾とか建設っていうのは、はい、の事故とかね、えー、あの法令違反が多いから、うん、例えば日本の港には船が入ってくるでしょ。そうすると、会員組合とか港湾の,のインスペクターって、査察官ですよね。はいはい、があの、専門的に配置されていて、全世界の港で船が入ってくると船に乗り込んでいって、 ちゃんと休憩取らせてますかとか、うんあのー、寝室見せてくださいとか食事食堂見せてくださいそれから海難防止条約守ってますかとかいうのを調査するんですね、うん、はいこれはまあ会員組合の場合は言葉ももっと強くてね、うん、インスペクションって言うんですよ、うん、なるほど査察はい査察ね、うん、<laughs> 我々見たらコンプライアンスっておとなしいこと言ってないんですよね、えー、でもこれはあの要するに業界全体の安全とか、うん 労働条件水準を維持する当たり前の活動なんですよ。うん、で、それが一つ一つ犯罪なことになったら、うん、労働運動は成り立たなくなるんですよね。いや、全くそうですよね。労働運動はもちろん成り立ち成り立ちませんし、それを拡大して考えれば、市民活動による企業に対する申し入れそのものも危なくなってくる可能性があるということにもなりかねませんよね。はい、でも、検察はね、うんうん、軽微な不不備に陰ネをつけて、はい <laughs> ああ、もはいいようですね。いや、な検察って、えー、あの、キャッチコピーがうま、ね、い。な本当にそうですよね。まあ、そういうことによって、え委、ー、員長、現役の今の委員長が。実刑。ですよ。懲役四年ですよ。懲役四年。うん、どういう犯罪じゃって感じですよね。いや、あの、竹のぶさんの本の副題が。労働、えー、運動を犯罪にする国って言うんだけども。本当に犯罪にされちゃうんだなっていう。<laughs> いやー、本当びっくりしますよね。でもね、今ね。うん、日本は、その。 こんだけ賃上げ賃上げとか物価が高いっつっても、はい、ストライキの一つもないでしょう。えー、労働組合の存在まるで見えないでしょう。うん、でそういう中で本当に労働運動の一つ一つ、箸の上げ下げまでが全部あの犯罪にされかねない、うん、そういうことの中で裁判所も物をわからなくなってるんだなっていうふうに思いますね。そうですよね。はい、でしかも今回のケースって事前に、うん かかかなななりあの奇妙な情報が SNS でであふれかえっていいたじゃすだからこう「かんなまし部」とか言って検索をすると情報を得ようとして検索をすると「何これ?」っていうようなそういうような情報がすぐ出てくるこれがびっくりこれは何だったんですかこれ結局ね「ねその関西生コン事件」と我々一とりで呼んでますけれどもあの私いろんなところで説明するときに言ってるのは3つ要素があると。うん もともとの発端はあの大阪の生コン業界と労働組合の間中で緊張感が高まって業界が組合潰しをあの業界上げてやるぞっていう決議をしてね組合員を首切りしたりそれから日々雇用で働いてる人を就労させないとか建設現場行かせないという60社以上が一斉にあの太るどころやったんです。うん、でこれで仕事を失った組合が700人以上組合をやめてったんですね。 でこれが発端なんですよだから本質は労働組み潰し事件なんです、うん、でもこれに並行した業界はねあのヘイトスピーチをやってた俗に言う人種差別排外主義レイシストと言われてますね、うん、これたちねフェイク情報を流すのがし仕事ですよでその人たちが「関西ナマコンはあのゆすりたかりの暴力手段なんだ」みたいな、うん、あの言い草で、まあ、いろんな業界が 提供した組合の抗議行動とか、そういう映像の断片的なやつね。うん、組合が怒ってる映像とか,からあの、企業に迫ってる。そういうのを、あの、おどろどろしい音楽を流しながら、うん、SNS でいっぱい流したんですよね。うん、そうすると、世の中全部には、いや、カンナマってのは実は、なんかも えらいい恐ろし暴暴力力なのかっていう誤解が広まって、うん、でなんか、ね、その断片情報って人の気持ちっていうか、ね、印象残だ、ねね、からいつの間にか業界の組み潰し事件という本質が隠されて、はい、関西ラバトとコンってなんか暴れてる、うん、やりすぎてる組合が。 どうもなんか事件起こしてるらしい。そこに乗っかってあのこの一連の刑事弾圧事件が起こってきた。これがこの三つが複合的になってるのが関西ラマコン事件なんですよ。なるほどね。うん、ちょっとそのフェイク情報っていうのを見ていただきたいですけど、えっとこれまあちょっと見ただけの一覧表なんで他にもいっぱいあると思うんですけども。はい ここににありますようにいろんな媒体で特に SNS を中心にして、えー、とその関西生コン支部関生支部っていうのはもう大変な暴力集団というか強要、うん、したり、うん、なんか人を脅したりしまくってる集団だっていうことはこれだけいっぱい出てくるいうことですよね。でやっと最近なその終わりの方になってきてからまともな報道も少し出てくるようになってきたっていうような状況。今はね関関西西事件とか関西ってなんだ、うん、っていう,ふうに えー、なるとみんなググるわけですよねうん、うん。ググると一番上の方にこういう怪しい情報がバーンっていっぱい出てくるんですよ。うんえー、最近でこそか,あのかなり下の方になってきて、うんうん、本当のことが出てくるようになりましたけども、うんうん、それ見ると、あ、そうだったんだ。 こういう事件だったんだって、なんとなく思い込んじゃうんですよ。そうそうそう。私も何度もそれ聞かされました。<う>なんかこう、暴力を振るいまくってるみたいな感じ。<laughs> でも全然今回の事件では一件も暴行障害ないっていうことを見てもお分かりのように、普通の労働組合ですよね。で、しかもそれをこのように月70万円って書いてありますけど、これは要するにその、なんかそういった集団、あの、えー、ヘイトの人たちがやってたってことですよね。はい、これはね、あの、えー、えー あのー、中心人物の、うんまあ、実名として差し支えないと思いますけど、うん、瀬戸宏之っていう人が中心になってあ、はい、あの大阪公益協祖っていう業者団体に<え>、あのー、30人ぐらい、うん、ずっと1年ちょっと、あのー、雇われたんですよね。あそうで彼は自分のブログの中で私は生コン業界から月70万円もらってやってました。<laughs> そう で後になってから正直に書いてるんですよ自分で書いてるんですねうん,うんで。この人たちはねとにかく2018年の1月から30人ぐらいで組合事務所に押しかけてきて、うん、組合事務所に乱入しようとして襲撃事件を起こしたり<ー>その後に大阪攻域教授の 執行部の人たちも一緒になっているんですよ。ああ、うん、まあそういうような形で情報が先行して流されていたところに警察が来たと、こういうような非常にまあある意味巧妙と言いますか、はい、怖い展開になっていたということがわかります。これは何か社会運動する人たちにとっては本当に要注意情報で、こうした手口が使われる可能性が十分にあるということを押さえておく必要があると思います。さて、じゃあ実際カンナマシブというのはどういう活動を 本当はしてきたのかという、そのことについて少しあの、えー、松尾さんにも伺っていきたいんですが、はい、先ほど松尾さん、あのえー、とずっと生コンの,あのミキサー車の運転手さんをされてこられて、はい、賃金もそこに行ったおかげで、やっと家族の生活できる賃金を得ることができたという話でしたが、はい、なんか今度映画もできる、はい、そうですよね。はい、はい、ちょっとプログラムなんかもあって、まあ、どんなお仕事をするものなのかをちょ、ちょっと簡単に説明していただいてもいいですか これまずだから生コンのドライバーで1日の流れっていうのがあって、うん、で要するにこうやって積み込んでいくわけですが、はい、どういうういお仕事なんでしょうか、はい、えと生,生コンっていって、えー、あのドロドロした生コンクリートを、はい、えーとミキサー車の上から積むんですけど、うん、でそれを現場に運んで。 現場でろしてて帰っくるだからトラックと違うのは力仕事じゃないすごく女性にも向いてるしただまあ90分以内とか運ぶ時間限られてるんですよねそうしないと固まっちゃうってことですか回しながら回からねそういうようなお仕事でそれによって生活も良くなり他にも組合でどんなことが達成されたんでしょうか ええと、あと生理休暇、ええ、まあ、有給で、まあ、2日間取れるとか、あと、介護休暇とか、うん、やっぱり、あの、要求して、取ったものなので、はいはい、それはすごく私にも、女性、あの、 女性ドライバーにはすごくい結構女性ドライバーの方もたくさんいてなんか私聞いたのは「時間間に合わなくなっちゃったんで」とか言ってミキサー車で保育園で前に乗りつけましたっていう人があましたけど私別の方にも聞いたことありますそれじゃあみんなにやってたんです。ねというような形で結構ねみんなでやってたわけですよね。それがしかもんかセクハラにあった時も。はい 現場でもありましたし、はい、職場でもありました、はい、けど言ったらすぐもう担当役員にこんなんこんなんされたとか言われたとかって言って、はい、言ったら、まあ、すぐあの動員かかって。 エーストライキ、はい、昼からストライキー。ええー。<laughs> セクハラって言ったら昼からストライキー。うん、いや、すごい労働組合だと思うんですけども。まあ、そういうところが要するに、ピピピッと、なんか、きちゃうっていうことなんですかね。はいうん、す,ねすごく、やっぱり女性の立場もすごく理解してくれて。えーうん、あの、すごい心強いです、ねうん。うん。で、はい、まあ、そういう経験があったので、こんなひどい。はい あの弾圧事件みたいなことがあっても、うん、中央執行委員という形で役員に引き受けられたって、うん、まあすごいなと思うんですけどもいやいや誰も何も間違ったことしてないので泣きそうで大丈夫大丈夫思い出す泣きたくなっちゃいますよね <laughs> はい <laughs> すいませんはいまあそういう状況ですけど小花さんねこういうことができる労働組合ってまあ産業別労働組合 というふうに言われていて、日本は企業別労働組合すごく多いわけですけれども。どこが違うんでしょうか。はい。あの。えー、日本の特色は会社別にこう労働組合ができている。いうん、まあ、これはだから企業別労働組合とか、はい、企業内労働組合って言ってるわけですょでも企業別労働組合は。言ってみたら、その要するに経営者と。 労働者が対等だっていうのは建前でね、はい、どこまでいっても雇ってる人と雇われてる人で力関係上下関係がなかなか変えられないんですね、はい、でもう一つは企業別労働組合っていうのは企業は競争し合ってるでしょだからその企業間競争にどうしても巻き込まれるんですよね、はい、だから自分とこだけ賃上げ要求して賃上げ取るとあの企業競争に負けちゃうからあのそんな賃上げできないよとか、うん、うちの会社だけよくやったらば 他の会社に出し抜かれるっていう理屈に労働組自身が巻き込まれるんですね。だから要求も自粛するし、なかなかあの言いたいことも言わずに飲み込んじゃう。まあそうですね。産業別労働組合というのは、まあ我々のモットーはどの職場で働いていても同じ仕事をしているんだから同じ賃金で働く、同じ労働条件で働く。男も女も。 民族性別関係なく、うん、同じ仕事をするんだったら、同じ賃金で働こうじゃないか、うんうん、まあ、企業の枠を超えて、まあ、言いますけれど、ね。なるほど。だから、それは、あの、うん、会社の競争の論理に巻き込まれない。なるほど。労働者の立場に徹して、要求したり行動する。というのが、まあ、特色かなと思いますね。ね、はい、企業内の秩序とは別の論理で、働く人の側に立つことが割にしやすいというのが、企業の枠を超えるという意味。ということになりますね。はい、すねこの図にありますように。 一番下のところにあの一応書かせてもらいましたけど「カンナマ支部の組織」っていうことですけどもここにはまあ日々雇用とか直接雇用とかいろんなタイプの運転手さんが横断的に組織されているっていうことですよね。はい、日本はあの今非正規雇用が蔓延して、うん、パートと,とか派遣とか予期雇用っていって正社員でない雇用形態が。 四割もいるわけですよね、うん、で、そういう人は何とか正社員より労働条件低くて当たり前物言わずにあの黙って働けみたいになってるでしょ、うん、でも我々の組合の特徴はあのどういう雇用形態であるかに関係なく同じ仕事をしてるんだから同じ賃金、うん、同じ年収なんですよで、それを 一つの企業と交渉してもなかなか埒が開かないんですね。はい、企業同士は競争し合っている、だから業界と交渉して、うん、業界共通のルールを取り決めていくと、うん、いうことがまあ大きな運動の方針の柱ですね。うん、なるほど。はい、それがこの柱あの上のあの図にありますように共同組合という形で業界を約組織して業界対えっ、ーえーえー、と差別労組で 交渉し合う。まあこれヨーロッパ型って言いますかですね。うん、海外ではこちらの方が主流ですよね。ねまあ社会的に見、はい、たら日本ートークへの携帯っていうのは異質なんですよね、えー。まあそういうのがあるからこそ企業間競争を抑制して共通ルールということですから、はい、みんなが労働時間規制がちゃんとあれば、えー、その中でやれば別に競争で負けることはないわけ。そう,ね、そうなると女の人が早く子供がいるから買いたいって言っても、うん、まあそういうルールにしましょうと言えばできる。うん、ですから女性が活躍できない国の背景実は。 こういった、えー、そローソンの問題もあるかもわからないってことになりますね大いにあると思いますよね、うん、あのやっぱりあの言いたいことが、うん、今日本が言えない社会になっちゃってるんでしょ、まあね、でも、うん、あの先ほどの松尾さんのセクハラされたから今からストライキだ、うん、というのが本来の人間のあるべき姿だと、うん、私は思うんですよね,すね弱い人がいじめられたりあの泣いてる時に そののことにに敏感に対応できるのがやっぱり労働組合のの本来の姿だと思いますよね小山さんが先ほど異質な日本の場合はちょっと異質なんだっていうふうにおっしゃってましたけど実はね私もちょっと少し勉強してここに、まあ、岡田智義さんっていうですねあの東大名誉教授の方が出した本があってこれ論文集なんですけどこの中に、えー、と日本の,あの企業別組織 企業,別企業別組合について書かれた論文があります。で、これで見るとですね、戦前は実は産業別労働組合の方が主流であったっていうふうにうか、ね、書かれていまして、えっとね、36%が産業別労組っていうふうに書いてあったかな。企業別組織の割合は、組合数によって見ると16.3%で、組合員、あ、ご組合員数においては36%ですね。ですから少数派 だったたとということでしたです、ね、それが、まああのえー、なぜそうなっただん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 主流になってたかというとこの,あの文章にもありますようにその要するにやっぱ横断組合っていうのは交渉力が今言ったように強い。 ので、そうなると、でもまあ、組合ダメって言っちゃうと、当時の国際連盟に加入条件がですね、労働組合認めることだってなってましたから、ノーとは言い切れないと。で、そうなると、じゃあなんとかして、この治安警察法っていうのを維持して、労働組合を取り締まりながら、労働組合認めますよっていうふうに、できるかなっていう知恵を絞った結果、企業別労働組合が認める。 だけど産業別労働組合はちょっとやっちゃいけない。こういうふうな一計を案じた。その結果がこのような企業別優位の労働組合の社会になっていったと。ところがこれは戦後はもう大転換してるわけですよね。憲法で産業別は認められてますし、労働三権はちゃんと認められている。 にもかかわらずそれが徐々にさっき小屋さんたちがお二人がおっしゃったような状況で、えー、事,実事実上、としめられていくといいますかですね、うん、そういう形になっていったのが今であるということを私たちは一旦をさえておく必要があると思います。ということですね、まあ、そのような状況で産業別労働組合というものがまあ機能できなくなるというのは大変ちょっと怖い社会かなという気もそうですね。ね、えー、今の 先ほどの,あの実刑判決が平気で出されちゃうような裁判所っていうのも結局その労労働働組組合合だけが労働組合であるか産業別労働組合ってまあ日本ではまあ割合マイナーではあることは事実なんだけどもでもそれをその組合のそういうのような団結形態をとって行動している理由とか背景事情とか業界の構造的な特徴とかいうのを。 きちんと理解して判断すれば無罪判決になるんですよ。うん、そもそも、あの、組織犯罪対策課がね、事件を作っていること自体に、うん、あの、おかしさを感じないのかって僕は裁判官に問いかけたいですよね。そうですね。あんた大丈夫って。<laughs> うん暴力団を相手に交渉に行ったら暴力団扱いされたっていう、なんかちょっとびっくり、<laughs> びっくりのことなんですけど、信じられない本当の話ですが <laughs>、まあ、そういうようなことですが、ここにもありますように、えっと、日本とかはやはりあの、えー、組合の組織率もその中でどんどん下がっていっている。うん、つまり、えっと、企業別の外に出せ出してしまえば組織できなくなっちゃうわけですから、ねえー、というようなことで、まあ、労働協約の適用率も非常に低いということになってしまう。 で、一方で北欧のように非常に社会保障がしっかりした国は、組合がちゃんとそういうことに関与できるような仕組みになっているというふうに考えてもいいのかなというふうに思います。そういうことなんですが、さて、これからですね、このような、まあ一方で実験もありましたけれども、実刑判決もありましたけれども、えー、無罪もどんどん、無罪判決もどんどん確定していっているという状況で、だんだんこの事件のおかしさ、 っていうものが分かってきたということもあると思うんですがこれを踏まえてお二人はこれからどのようにしていきたいというふうふに思うかということも伺っておきたいいと思いますす、うんえー、小山さんどうですか、はい、あのこん今回の2つ無罪判決が確定したというのは、ね、我々に非常に勇気を与えてくれましたしそれ、はい、から全国の、まあ、この問題に関心を持っている人たちにもあやっぱり実はそうだったのかと考えるヒントを与えていると思うんですね。うんうん、だから事件全体を正ししく見てほしいで 我々は実刑判決食らったね、大津の地裁の判決も必ず大阪高裁でひっくり返しますよ。そんなことを許せないですよ。通用するわけないんですよ。はい、だからあのー、今回のね無罪判決の意味意義、うん、これを、うん、あのこれから大量に宣伝をしていろんなところで訴えていきたいと思いますね。うん、仕組まれた事件だということを。 掘り下げててて理解ししもらいたいなといいいたなうううふうに思ってます松尾さんかかがでょ私は、えー、と今回「寒、えー、生支部の」の、うん、生身の姿とか、うん、皆さんの素顔を、うん、あのドキュメンタリー映画が完成して「寒、うんまあ、生支部」の悪いイメージを払拭したり。うん えー、しててていいきたいなと思ってあの上映会にあちこちこ出かけてます、はい、もっともっといろんな人にこの事件の真相やかんなまの仲間たちのことを知っていただきたいなと思っておりますので、えー、全国で、うん、あの労働組合が結集してストライキが当たり前の社会当たり前のストライキができる社会にしていきたいなと 思っていますすそうです、ねはい、まあこれそのプログラムっていうわけですけれどもあパンフレットごめんなさいパンフレットということですけれども映画を見ていただくと全然暴力集団じゃないってことがよくわかるあのいい映画になっていると思います、はい、なので皆さんもぜひあの本当のことを見ていただきたいというふうに思っています。えっと、小山さんんこの映画見たいいい人はどうすすればいいんですか あのー、この映画を制作協力してくれた関西生コン支援する会というところがありましてね、はい、でそこが受付の窓口になっていますで各地で上映会やる場合に、あのー、上映会の要領についてご案内があるのでその関西生コン支援する会というところのメールに申し込んでいただければありがたいです、はい、で上映料金についてはこのパンフレット付きでお1人1200円で,できれば あの20人以上で開催してもらいたいたな、はい、と思ってますうそうすればまあちゃんと見ることができて、はい、えっと映画の中の松尾さんたちの素顔にも触れることができるということになると思います、まあそういうことで,です、ね、今本当にとんでもないことが次から次へと起きているということですがこのような状況をえ何とか私たちの手で押し返していくためには何ができるのか今日はあのこれをご覧になっている皆さんにえっとその本日の行動定起恒例のものですが その中でお二人から提起をしていただきたいと思います。えっとそれではどちらから行きますか。はい、じゃ松尾さんお願いします。はいはい、うん、声を上げる。うん、上げ続ける。はいはい,こ,ういうことですね。はい、はい、松尾さんもずっといろんな目にあったけど声を上げ続けてよかったですか。はいはい。はい 良かったです。良、うん、かったです。元気出た。はい。はい、<laughs> じゃ、皆さんにも諦めないで、とにかく声を上げることで、また逆に元気が出るってこともありますよね。はい、はい、一緒に頑張りたいと思います。はい、それでは、小山さん、いかがでしょう。私は、あの。日本の労働組合は非常に情けない姿になってますけど。<laughs> うん、労働者である限りね、悩みは尽きないし。生活する糧を得るためには、戦わなきゃいけない。そのためには、労働組合を作ること。 ぜひ労働組合に入ってください。労働組合に入って、やっぱり自分の人生を切り開けるように一緒に力を合わせたいですね。うん、はい。はい、はい、ありがとうございます。えー、このような無罪判決、次に,次に出ておりますけれども、それを何とか糧にして、私たちがちゃんと生活を良くしていけるような、そういったいろんな活動をやっていきたいと思います。 はい、実は、ここで綺麗にまとまりましたけれども、今日は一つ、視聴者の皆様に特別のサービス、おまけがあります。何かと言いますと、それは今日ご出演の松尾さんが作っている替え歌があります。今日はその替え歌を特別に披露していただきたいということなんですが、はい、松尾さん。<laughs> え、これ元歌はどなたのものなんですか。えっと、秋元純子さんのティアモ風が、風が吹いてかな。あ、そうなんだ。はい、はい、それではちょっと、えー、お願いします。はい、行、はい、きます。はい。<laughs> はい。逆転無罪に風が吹いた。 未来明るい光のように、検察上告断念したぞ。でちあげ事件にほころびが出る。 無罪、無罪、無罪、意見でも多く。無罪、無罪、無罪、勝ち取りたいの、これからも、全国の、 仲間と共に拳掲げてたタカイヌを <laughs> はい無罪の歌ですねはいはい、はい、じゃあこれを広めていただくということで今日は本当にもうありがとうございました、はい、います,すいませんはい失礼しました <laughs>